前回宝石好きじゃ宝石好きじゃないの大変お見苦しい点がありました。前回ついに地下120階に到達しました。カボチャの迷路をクリアしました。先生がぶっ飛んでました。2万5000円寄付しました。おはようございます。スタデューバレーの続きをやっていきましょう。今日から冬ということで、初めての冬の季節、ちょっと外に出るのがとっても楽しみ。ちょっと音楽が冬っぽい感じかな。じゃあまずテレビをつけ、おっとっと、テレビをつけよう。天気予報、明日は一日中晴れ、晴れか、雪とかっていう天気はないのかな。占いどうなる。苛立っている。そして冬の一発目どうなる。冬、すべてが静まり返る季節だね。採掘や釣り、採集にはちょうどいい時期だ。春が来るのに備えて道具のアップグレードもしておこう。町の大工さんにお願いして建物を建てておくのもいいね。素材集め、道具をアップグレードして来年に備えよう。あ、そういうことか。特別農場とかはやらなくてよくなるから、準備をしろっていう時期なんだね、きっと。どうなる？おー、一面銀世界。急に降った。あ、ミミズちゃんがいる。あ、でも枯れるとかそういうのじゃなく、すでにもうなんかいろいろなくなっちゃうんだ、こういう風に。あー、なるほどね。あー、でも瓶できてる、できてる。で、取っておいた野菜たちをここでどんどん加工していく時間にすればいいのかな。早速ミミズちゃんがいた。で、ここは開けとかなくていいんだよね、冬だから。で、あ、大きな卵、やったー、納品アイテムだ。公民館に納品しよう。やることがいっぱいだな、冬も。で、ヒーターを買わなきゃいけないんだよな、確か。ヒーター2つ買わなきゃいけないのか。大きな卵手に入った。でもヒーター買わないと機嫌が悪くなっちゃうから。はいはいはい、牛さん。はい、牛さん、どうも。さてと、ここら辺のスプリンクラーも回収なんだな。ちょっと寂しいね、スプリンクラーも何にもなくなると。そうだ、冬の最終のやつも、今日で一日で集め切りたいな。で、この鉱石コピーマシンって何なんだろう、これ。結晶を入れとくとコピーするみたいなのやったら、これだろ一番。あ、まだダイヤモンド納品してなかったんだ。ダイヤモンドを増やすのか、これで。増やせる、これ。マジ増やせんのこれダイヤモンド増やしてギュンタに持っていっちゃったら最強じゃん、これ。わお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 、いいね。なんか2万5000円って結構大金払っちゃったけど、いいのをもらったような気がする。これ冬の最終バンドルで、クワイは入れてあるから、クリスタルフルーツ、スノーヤム、クロカス、ここら辺を手に入れたいところではありますね。わあ、すごい。牧草の木も、草か、草もなくなってる。うわあ、こっちもだ。あ、足跡がついてる。へえ、足跡ついてる。で、ヒーターを買いに来たんだ。ヒーター、ヒーター、いないんだよね。いないんだよね。今日はお休みかな。月火が休みみたいな聞いたことあるけど。あ、ミミズだ。ミミズがなんか多い気がする。違う、ミミズの割合はそんな変わってないんだろうけど、白いからミミズが見つけやすいのか。リアがいないし、なんかちょっとクリスマスっぽい装飾してある。やっぱりあっちのお国のゲームだと秋は、あ、あ、あ、なんかあった。クリスタルフルーツゲット。よしよしよし。秋はハロウィンで、冬はクリスマスっていう感じなのかな、やっぱり。早速クリスタルフルーツゲットしたけど、寒いだろ、マニー。そこは25日には冬の星祭りが開催されるの。私の好きな行事の一つよ、25日。クリスマスイブとかクリスマスとか、そういうことか。人生の中で良かった全ての出来事に感謝する日なんだけど、多くの人はただリラックスしてプレゼントを交換し合う日になってるわね。何、あんまりいいと思ってないのかな、そういうことが。まあ、イベントの捉え方なんて人それぞれね、思うところはあるでしょう。わ、すごい。みんなクリスマス装飾、イルミネーションもしてある。へえ、空いてるか、ここ。空いてる、空いてる。あ、リアだ。リア、こんにちは。雪が積もったばかりの光景って本当に素敵。さすが芸術家。そんな芸術家には、プレゼント。わ、すごい、気に入っちゃった。と、よしよしよし。こっちの人は？キャロライン、アビーがもう少し部屋の外へ出てくれればいいんだけど。この人ってお母さんなんだっけ、アビゲイルの。リアの好感度は、お、4になったよ。やったやったやった。売ってるものはなんかあるのかな。基本の肥料ぐんぐん伸び、あ、売ってるものはもうこんな感じなんだ。そもそも種とかも売ってないんだね。まあそらそうか。さてと、じゃあ山道に最終のやつを取りに行くか。なんか落ちてるかな。ミミズちゃんが結構見つけやすくはなってるから、ミミズちゃんも探しつつ、よいしょ。
ゲット、有志前の肋骨。あー、これはもうあれか。あ、本だ。ライナスと友達になっておくと、なんかレシピ教えてくれるらしいから。素晴らしいプレゼントありがとう。仲良くなったかな。なかなかならねえな、ライナス。なんかくれよ。ん？また本か。拡張しまくりだな。ゲゲゲゲゲ、なんもない。クリスタルフルーツ1個だけ。マヨネーズで生きてる。あ、手紙見てなかった。ガミちゃんへ、調子はどう？牧場の経営はとってもうまくいってるみたいね。あなたが億万長者になった時は親孝行をするのを忘れないでね。愛を込めて、母さんより。親孝行ね。はい、ケーキいただきますよ、お母さん。ありがとう。ピンクケーキもらっちゃった。やばい、ないぞ何も。おお、え、でもこれは納品アイテムではないな。ヒイラギ、ヒイラギ、めっちゃ落ちてるけど、これ何？食べるわけでもないんだ。赤い実をつける植物、葉にトゲがある。冬の飾りによく使われる。あ、確かにそういえばそうだね。あ、なんかあるじゃん。有志前の手斧。さあ、海に来たけどなんかあるのかな。あ、ウィリー、よう坊主、今日は釣り日和じゃねえか。マジ釣り日和なの。寒くない。あ、そっか、冬の魚も釣らなきゃいけないんだよね、公民館納品するのに。おお、冬だ。やっぱこれカニカゴバンドル結構いいね。冬でもあれなんだ、ちゃんと働いてくれるんだ、カニカゴバンドルは。結構この海産物系、魚介類がもしかしたら冬の主な収入源になりそう。サンゴ1個、なんかそんな感じがしてきた。またある。よいしょ、不愛か。うわ、強、なんだあいつ。強い、すごい主がいるこの中に。いやー、追いつかない。強いよ、あれは釣り上げらんないぞ、イリジウムでも。強い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 、振れ幅がすごい。いやー、でもいける、上来るぞ、これ。いける、いける、いける、あ、でもいけるか。いける、おわっと、いける、いける、頑張れば、いける。動くな、動くな、動くな。うわ、動くなって。うわ、くそ、よし、つった。あー、強い、リングゴッド。え、チョウザメじゃないの、こいつが強かったのか。何者なんだこいつ、リングゴッ、リングコットって。めちゃんこ強いじゃん。ただあの公民館納品のやつではなかったのが残念だな。あー、しかもなんか1日で集めるって息巻いてたんだけど、最終バンドルの冬のやつ。スノーヤムとか手に入んない。どこにあるんだろう。街中に落ちてないのかな。レアなのかな。何なんだろう。いやー、まずい。ヒーター買わないとどんどん不機嫌になっちゃうな。とりあえず冬の1日目、あんまり収穫なかったけど、まあお金にはなりそうなことはしたから、よしとしよう。がっぽり行きたい。うん、冬の1日目結構がっぽりいってんじゃない。これ2600、3300円。 OK、 がっぽり。冬の2日目か。どうしよう。ちょっと冬うまく行動できてないような気がするな。占い。ごく自然な一日か。ふむ。あ、またメール来てる。よう、お前さんにちょっとした挑戦状を出してやろう。イカを釣って俺に見せてみな。やつらは夜に海に行けば釣れるぜ。そうそう、冬にしかいないから気をつけろよ。へえ。じゃあ行ってみようかな。エントリー。イカ釣り。イカを釣っていけばいいんだ。冬でもキノコは取れるんだな。お、なんだ。あ、オウムガイが、これ、おお、オウムガイの貝殻2個手に入った。これは確か、バンドルの納品の野外調査バンドルにあった。これだ、揃う。よしよしよし、冬に落ちてんのかこれ。いいね、蝶々。冬やることねえぞ。来年の街づくりの計画をそろそろ考えなきゃならんの。なるほど、1年の締めくくりか。そうか、冬ってこんなにやることないんだね。冬を育てられる作物、あれ、そういえばなんか冬の種が作れるようになったとかってクラフト出てなかった。あった、野生の種。冬に採れる野草の種の詰め合わせ。あ、これをクラフトで作ればいいのか。
そうか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 。落ちてないかな。ないですか。もしもーし。いや、落ちてないからこっち先に納品しちゃおうっと。掲示板の、野外調査。これ、オウム貝のかけら。貝殻1個。よし、これでギフトセットコンプリート。で、何にもらえんのこれ。お？リサイクルマシンがもらえるだけか。まあいいか。そんなもんかよ。マジで何にもねえぞ、この雪の中。何にも落ちてない。大工さんになんかいろいろ頼もうと思ったんだけど、いないんだね。今すぐ熱々のココアを一杯入れるのってよくないかな。いいえ、いいと思うよ。くれ。どうしましょうったらどうしましょう。お、ミミズだ。お、スノー、お、スノーヤム手に入った。スノーヤム手に入った。よしよしよし。あ、このクワで言うと入るのか。おー。本で拡張。どんどん拡張されていく。あ、ヒイラギだ。よし、スノーヤムが手に入った。あとクロッカスだな。クロッカス。そうだ、片行き、秘密の森行かなきゃ。今日は牧場がお休みじゃないや、そこの。マーニーさんがお休みっぽいから、リアに会いに行こうっと。いるかな。あ、いたいたいた。あ、またイベント。ケリー、何度行ったら分かってくれるの。町に戻るつもりはないんだってば。ケリーとは、うわ、めっちゃ怒ってる。もうやめて、二度と電話してこないで。ガチャッ。田舎暮らしが好きで来たんだよね。ちょうどその時、アフロ男。顔。ガミちゃん。怒鳴ってるとこ見られちゃった？お、男らしく慰めるのか？前に付き合ってた相手なんだ。あ、そうなんだ。元彼。ちゃんと説明した方がいいかな。重い過去があるのか。私たち町にいた時同じアパートメントで暮らしてたの。私は昼に日雇いのバイトをして、夜はずっと作品を作ってた。生活はギリギリだったよ。彼はいつも学校に戻れ、ビジネスか薬学を勉強しろってうるさくてさ、お金になることをしてくれよって。きっと普通の暮らしのためにお金を貯めたかったんだと思う。ほら、郊外に家を買うとか、子供と暮らすとか、 PTA 集会に出るとか、そういうさ。やべ、お金のことしか考えてないよ、こっちの人も。でも私はまだそういう暮らしをするつもりはなくてさ、だから別れたので、アーティストでいる夢を追うためにここに引っ越したわけ。あ、そうなんだ。ねえ、ガミちゃん、私って自分勝手だと思う？うわ、これまず基本思わない。あ、思うけど自分のことを一番に、思わないけど君は町にいた方がよく、うわ、これダメだね。思わない、相手の方がバカ。いや、これもダメだね。元彼をこうけなしちゃいけないよね、きっとね。思わないよ、そうするべきだった。いや、じゃあこれも違う。少し思う。思うけど自分の、これだろう。思うけど自分のことを一番に考えるのは自然なこと。これ、あー、違うの。女心難しすぎる。はあ、その通りかも。人間、あ、合ってた。みんな自分勝手だよね。私には理解できない。多分このことにこだわるべきじゃないかもね。みんな何度も難しい選択を迫られることになるから。そういえば最近前行ってもらった展示会のアイデアについてちょっと考えてる。あ、そうなんだ。展示会のために新しい作品も作ってるんだ。不安もあるけど、作品を人に見てもらえると思うとワクワクするの。いいね。スタディオバレーを第1級のアート発信地にするってアイデアに賛成してくれて嬉しいよ、ガミちゃん。あ、お、よかったんじゃないこれ。追い出されちゃった。そして入っていく。こんにちは、ガミちゃん。はい、どうも。私の家、冬場は結構寒くなるのよ。大きな毛布にくるまれば大丈夫だけど、寒そうにしてる女子って可愛いよね。3割増しで可愛いと思うわ。これ良かったんじゃね。リアハート4つまで溜まりましたよ、皆さん。やったね。ちょっと元彼の話とか出されるとね、本当になんか何に反応していいか分かんねえよ、本当に。申し訳ねえ。どうしたらよかったの、あれは。さて、秘密の森行こうと。なんか落ちてないかな。あ、そういえば秘密の森でも秋になんかキノコとか手に入れてたから、もしかしたらあるのかな。なんもないな、冬。おお、ミミズちゃん。しかもヒイラギもいっぱいあるし、やったね。粘土だ。よいしょ、よいしょ。ミミズちゃんがいないかな。あ、ミミズちゃんいっぱいいる。あ、マジであれだ。来た方がいいな、毎日。よっしゃ、ヒイラギゲット。そしてミミズちゃんがいっぱいいる。ちょっと冬の最終バンドル。ああ、協力してくれ、ミミズちゃん。冬の最終バンドルを。うわ、来た、スノヤム、ありがとう。うわ、クワイ来た、ありがとう。パーフェクト。木登り王か。釣れるの変わんないんだな。まあ一匹釣ってあれだこれだ言うのもおかしいけど、多分違う感じ。
もうすっかり夜になっちゃったな。まあスノーヤムが手に入ったからいいけど、あとはクロッカスだな。クロッカスさえ手に入れれば。おおおおおお、よし手に入った。オッケーオッケーオッケー、クワイも手に入った。よし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 、クリスタルフルーツがもう一個欲しいけど。あ、帽子屋さんまでやってるんだ。かわいいよねこの猫ちゃん。あ、クロッカスまたあった、やったー。よっしゃクロッカス手に入った。あー銀帽子か、まあいいや、これで増やせるぞ。種にして増やしちゃえばいいんだもんね。がっぽりだな冬も。ふふふふふ。クリスタルフルーツとスノーヤムとクワイとクロカス、これでできるのが冬の種。できた。これを作っちゃう。これを作っちゃえさえすれば、今4つ消費しちゃったけど種が10個になるから増やせるんだ、どん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 。よし勝った、冬勝ったぞ。でイカも釣らなきゃいけないんだよね、ウィリーさんに挑戦状叩き込まれちゃったからな。オッケー、これでよし。クロッカスはまあいいか、取っておくか。またさてイカでも釣りに行く時間がないか。明日だな、ウィリーさんには悪いけど。チンゲン菜を冬場はどんどん加工していこうっと。明日こそヒーター買わないとな。あでもなんか冬のがっぽりもちょっと見えてきたぞ。オッケーオッケー、おやすみ。結構儲かったっしょ。ほら冬場でも結構いけるもんだって。3000約。はい、冬の3日目、何が起きるかな。お1万超えた。てかもう1万のバンドルに納品しちゃってもいいんじゃない。そうすれば砂漠いけるようになるのかな。ソースの女王見逃してなければ、アーティチョップのレシピは知ってると。おお雪降ってる。これでとりあえずこっちは OK だよね。うん、いやー機嫌悪くなってそうだな、ヒーター買わないから。元気そうならいいけどさ。お、できてるー。これが冬の主なブラックベリージャム、塩漬けナス、塩漬けナス、冬の主な収入源のはず。これが大事に量産していこう。ダイヤモンドの増殖うまくいってるのかな。さて今日はまずはあれだな、ヒーター買わなきゃ。ん、古代の太鼓、おおギュンター品だ、やった、やってるやってる。ヒーターを2個買います。1個2個。はいどうもどうも、外のお天気はどう。お天気はどうじゃないよ本当にちゃんと店開いてくれよ。あひらぎマジで頼むよマーニーさん、動物が凍え死んじゃう。ヒーターヒーター、よっしゃ来た来た来た。はいヒーター2個出してと。ここら辺に置いとくか、真ん中がいいよね。はい温まってくれニワトリさんたち。でこっちにもヒーターヒーター、はいよ真ん中に置いとくよ。よしこれでいいね。あやったー、クリスタルフルーツ。ペリカンタウン、よしじゃあ割ってもらいましょう。需要度を書こう。はい、なんだ石かいらねえ、なんかレア出てくれ、レアレア。うーんこれはもう猫石はもうの収めてあるな。あそっか、道具のアップグレードもやった方がいいのか冬の間に。そうだそうだそうだ。って言ってもなんだかんだ使ってるからな農業。ハローギュンター、持ってきてよ。はいダイヤモンド、どこ、こっちか。ほい、あ新しい報酬来た。手斧来ないか、太鼓、おお来た、2個だ。なんだもらえるの、おおなんかいっぱいもらえる。レアなかかし、あやったレアなかかし出た。ドラムブロック、上を歩くとドラムの音が鳴る。へえ、そしてクマの像マジいらねえんだけどぶっちゃけマジいらねえさてと、海はまた数日の間に行くとして、大工さんのところで、どんな小屋ができるかちょっと見ようっと。あ、いたいた。家をアップグレードは、あなたの家を拡張して子供部屋を追加することができるのか。5万円で。まあ今相手がいないんでね。牧場施設を建設。鳥小屋ではなくて、
サイロも建てた方がいいんだろうけど、なんや、あ、好きな家具を置けるようになるのか。まあ別にいらないかな。馬小屋は結構いいのかもしんないな。硬い木と鉄の延べ棒。馬がセットでついてくる。あ、これ早く動けるようになるのか。これ時間短縮にいいですね。スライムハッチ。餌箱に水を満たしておくとスライムがスライムボールを作ってくれる。あー、なるほどね。あ、イリジウムの延べ棒が必要なんだ。で、これか。大型の小屋。アヒルが飼えるようになる。ここら辺ですね。ヤギが飼えるようになる。ここら辺を作るために、冬場お金貯めておきたいかな。うん。ここら辺だな。1万と1万2千か。となると、バンドルに1万円入金したいんだよね。金庫最後。1万円入金して終わりだから。そうすると、砂漠に行けるようになるらしいんで。どっちかだな。動物小屋か、砂漠か。どっちが先のがいいのかな、アクロカス。どっちが先のがいいのかな。ちょっとコメントでアドバイスもらえればと思います。動物小屋？でも、ウサギ飼えるようになるのかな。ウサギ飼いたいんだよな。ウサギ好きだし。ウサちゃん飼えれば嬉しいな。隠れクロカス、見逃さないよ。さーて、帰ってきたぞー。よし。なんだかんだ冬もちゃんと農業やってるっていうね。いいね。さて、問題はこのカカシ。なんじゃこりゃ。カカシだらけになっちゃったな、ここら辺。あとコメントでこれなんか、ハウルの動く城に似てるっていうコメントもあったんですけど、元ネタがハウルの動く城らしいです。やっぱり似てる意味があったみたいですね。カブみたい。うん。で、これがなんだっけ？ドラムブロック。上を歩くとドラムの音が鳴る。へえ。ここか。ここでどう？ここ。横通るたびに。動物が出てくるたびに音鳴るのかな、ここ置いといたら。面白いな。もう置け、また置けないんだろうな。これ例によって。置けないんだな。家具が多いのかな。テーブル片して、じゃあ熊の像。置けないんだ。なんで置けないんだろう。さて、夜釣り行きますか。イカ釣ってこいっていう指令が出てるからな。では、ワープ。あ、でも待って、白い、ぬるぬるした藻が今、4つあった。これ。白い藻。白い藻は料理ですごい変身するんだよね、確か。澄んだスープ。うわー、気持ち悪い。2個。めっちゃ回復する。125エナジーの50回復ってやばいね。よし、じゃあ行くか、釣りに。じゃあ釣りに行ってきまーす。わっしょいわっしょい。すげえワープ。あ、オウムガイゲット。そうか、釣り来てなかった。釣りじゃねえ、来てなかったな、まだ今日ここ。よいしょよいしょ。じゃあイカを釣ればいいわけですね。ん、これ強そうだな。いやー、宝箱取りたいけど、こっちの強そうな魚優先だろ。いや、そこへ落ち着いてくれ。よし、宝箱取った。いやいやいや、待て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 。いや、集中、絶対釣りしたいく、絶対釣りしたいく。よし、よし、よし、した。オッケー。いや、いやー、動くね。くー、強い。イカかな、これ。うわ。うわ、頑張れ。いやー、魚強い。これは強い。うわ、来たよ、その一番下からの上はやめてほしい。一番下来たら上来るな。動くな。よし、はあ、イカだ。イカ強えよ、マジで。そして宝箱。いや、イカに似合わねえな。いいものかと思ったんだけど、それはいかがなものかっていうところですね、これは。夜9時か。リアいるかな、酒場に。いた、リア。今朝早くに雪うさぎを見たの。結構珍しいことだよね。たまに見たりするけどね。もうプレゼントあげちゃったっけ、今週分って。はい。あ、もうプレゼントしてるんだ。あ、いるじゃん、ウィリー。よかった。ちょうどいい。酒場来てよかった。冬の、海の寒い夜に備えて、こうやって体を温めとかにゃーな。なるほどね。さ、じゃあ、イカ。キングサイズだよ。めっちゃ強かったぞ、イカ。はい。ようやるじゃないか。悪くない。なかなかだぜ。結構すごいな、お前さん。冬ってのは古い釣り竿を休ませてやるにはいい季節なんだ。え、で、何くれんの？
イカのキングサイズ以上のお金はくれるんだろうな。800。わかってるじゃねえか。よしよし、がっぽりがっぽり。夜釣り結構キングサイズ来るのかな。しかしイカ強かったな。どっちかな、砂漠行くか1万のバンドルで、それとも牧場というか動物を増やした方のがバンドル的にはいいのかな。迷いますね。ウサギ飼いたいけどな。さてじゃあ3日目こんな感じかな。一応冬でもなんとかお金になりそうなことはやっていけそうなので、お金は貯められそうですね。種が増やせたのが良かった。冬の3日目どうかな。2000いくかな。あ、いくいく。すごい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 全然いった。お金はまあ魚がね、ちょっとなんかここまで来ると頼りない感じだけど、こっちの加工品系、ジャムとか、あと塩漬け、チーズ、マヨネーズ、やっぱマヨネーズがすごいですね。まあここら辺でどんどんお金にしていこうかなといった感じですね。それではまた次回ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。再生リストはここら辺、チャンネル登録はきっとここら辺にあります。他のチャンネルはこっちの方です。ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。